久保さん。まあ、みだらな行為って難しいですね。何をもってみだらな、なんすかね。みたらし団子の行為にしましょうか <laughs>。みたらし団子の行為。なんやねんっていうね <laughs>。まあ結論ね、まとめちゃうと、まあ何でもネタになるってことです。だから、久保、久保ニュースじゃないですけど、あのニュース見てね、感じたことを言えばいいんですよ。無限じゃないですか。ニュースを見て感じることってないですかどうですか 東京オリンピックやるやらない。何か感じませんかまあ、あとな、なんだろうな。まあ、そのみだらな声でも何でもいいんですけど。なんか、うん、感じたこと言えばいいじゃないですか。ひとまず。そうすれば発信はできますから。うん。でそ、それも、そ,そのできることも発信しないんだったら、できないことは発信一生できないよってことですね。いってらっしゃい。